き降りたので、親戚が譲り受けたそれぞれの紬の着物をベストとスカートに作りました。初号からの花のシールがポイントですね。
出身。今回は娘さん一家と一緒に参加しています。今年は日傘も大活躍。大島国に色合いが気に入って購入しました。お着物にも合わせてみました。娘さんホリマイさん、孫さんミラさん、孫さんのミラさん、奄美の海をかたどったような素敵なドレスでしたね。つむぐの香りからイメージされたチュニックのワンピースは石川優子さんです。お父様の転勤に伴いアギーナ、コニーやユイの小学校を通われたそうです。奄美海女性部7人目は谷本泉さんです。大島つむぎに草花や伝統柄が多いのだが、寄り添う大きな恋の花に一目惚れをしたそうです。このつむぎを聞くと心が癒されるということでした。本日は縄田家友人のデザイナー本田涼子さんの作品、奄美で初めて洋服を作った一人者です。娘の本田篤子さん提供を受け、皆様に見ていただきたく来てみました。一緒に西さん、それから美和さん、なぜか出身の梅田成美さんでした。高校生のためのワークショップや各
小舟の島歌、演奏など世界への発信を続ける若き歌者です。今日は成人式にあつらえた白大島紬の振袖に、おばあさまから譲り受けた帯を締めての登場です。ニューヨーク市民を魅了した着物姿をご覧ください。世界三大織物の一つ大島紬は、島唄と同様私たちの宝物です。これからいろいろな場で大島紬を着て魅力をアピールし続けようと思っております。皆様本日はありがとうございました。